それでは早速区長からご挨拶とそれから予算案の方の概要等をご説明申し上げます。よろしくお願いします。はい、皆様お忙しい中ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。平成25年度新宿区当初予算案がまとまりましたのでご説明をさせていただきます。この予算案を提案する、新宿区議会第1回定例会は、今月の19日から3月22日までの32日間の日程で開かれます。で、今議会ではこの平成25年度当初予算案4件、平成24年度の補正予算案4件、条例案が27件、その他9件の議案を提出します。で、なお初日の19日の本会議で平成25年度の区政の基本方針並びに施策の大綱についての所信を表明いたします。それでは平成25年度の当初予算案の概要についてご説明をいたします。皆様のお手元の冊子、この厚い冊子ですね、平成25年度予算案の概要のまず5ページをお開きください。将来にわたって区民が安心して暮らせるまちづくりを進めるため経費の削減努力を懸命に続けるとともに、事業の評価などを通じて、歳入歳出全般にわたる見直しを断行して、強固で自律的な財政基盤を確立することが必要です。で、このような状況を踏まえて平成25年度予算は、将来にわたり健全な区財政の確保を基本に直面する課題に重点的に取り組み、これからも区民が安心して暮らせる施策を着実に推進する予算というふうに位置づけまして、第一に区民に最も身近な基礎自治体として震災対策の充実強化など緊急性が高い区政課題に的確に対応すること、で、第二に行政評価に基づく事務事業の見直しをはじめ、より効果的効率的な事業の実現など徹底して経費の削減に努めることを基本として編成をいたしました。で、6ページをお開きいただけますでしょうか。で、この方針に基づく予算編成の結果、平成25年度の一般会計予算の規模は1362億円となり、前年に比べて10億円 0.7% の減となりまして、平成24年度に引き続き対前年度当初予算額を下回りました。次に8ページを、お開きいただけますでしょうか。一般会計の歳入総額のうち一般財源の総額は832億円で、対前年度比13億円 1.6% の減となっております。で、このうち財政調整基金の取り崩しについては平成24年度当初予算の76億円から5億円 6.3% 減の71億円を見込んでおります。で、次に10ページをお開きください。性質別内訳において人件費が4億円 1.4% の減となりましたが、扶助費が対前年度比で7億円 1.7% の増、また交際費が3億円 7.6% の増となったため、義務的経費の合計は740億円となりまして、対前年度比5億円 0.7% の増となりました。また投資的経費では、四ツ谷保健センター等健康推進施設の建設などの増がある一方で、弁天町の国有地取得の完了による減などによりまして、12億円 9.5% の減となりました。で、特別会計については6ページに記載の通りでございます。で、続いて主要施策の概要についてご説明をしたいと思います。で、平成25年度予算では直面する課題への対応として、震災対策の充実強化などをはじめとした安全安心の確保、また高齢者障害者等への支援や子育て支援に加えまして、
環境対策や都市の機能と魅力の向上などの将来を見据えた施策の推進についても予算を重点的に配分をいたしました。でその上で区民生活に根ざした施策を着実に推進するとともに、基本構想に掲げる新宿力で創造する安らぎとにぎわいの街の実現に向けた取り組みについて対策を講じたところです。で平成25年度において取り組み、これらの施策のうち主なものについてご紹介するために、平成25年度予算新宿区一押しプロジェクトという、こういったお手元にお配りしました、資料ですけれども、こういった資料を作成いたしました。でこの資料では、25年度の目玉とも言うべき、注目プロジェクトを、紹介いたしております。で本日はこの、新宿区一押しプロジェクトの、ダイジェスト版ということで、この新宿広報新宿号外に記載をいたしました。この柱に沿ってですね、皆様にご説明を、4つの柱を掲げているんですが、説明を進めていきたいと思います。まずそれで